皆さん、まあ、昨日試験お疲れ様でした。今日はね、第42回の電気電子の問題について解説します。まず回路なんですけれど、まあ、回路そのものには一般的な回路なんで、特にその知的財産権がどうとかそういったものはないと思いますので、ちょっとここに書きます。まず20オームですね、20オーム。そしてそれぞれが、こちらが20ボルト、こちらが10ボルト。その時にここに流れる電流を求めてみましょう。こいつ流れる電流ですね。これはこういうふうに考えます。まずミルマンの定理が使えるかどうかを、2つ以上の電池の場、電源がある場合をまずチェックしてみる。どうもこれをね、90度左に回すとそのままミルマンの定理がこれ使えそうだなっていうのが、多分これちょっと眺めたら分かると思います。20ですね。そして真ん中がこうして20、そしてここにも電池があって、ここが 20V、 ここが 10V です、ね、で 25Ω、ね、でこうやって眺めてみると、あれ、ここ電池がないやと思いますけれど、ここで一つだけ知恵を出してください。ここの電池は 0V だとね、こういうふうに考えればそのままミルマンの定理が使えます。それでそうした場合ですね、ここの電圧 V としたら、 V イコールいくらになるかというと、VX としますね。 V はもう使っちゃってますから、 VX イコールミルマンの定理で20分の1足す20分の1分の、ね、こちらが20分の20ボルトですね。20足す20分の、ここ0ボルトの電池だから0足す20分の10。もうなんかね、見えたなって気がするんですけれど、これは分母は、20分のですから、全部20分のなんで、20かけたら分母は3です、ね、上も20かけたら20足す10イコール、これは結局、20足す10で3だから 10V だっていうのが分かるわけですね。つまりここの電圧っていうものはイコール 10V ですね。ここからここまでが 10V、 そしてここは 0Ω です。となると 10V の電圧が 20Ω の、かかった時のここの流れる電流 I はってやったらもうすぐ分かりますね。電流は、20Ω分の10V ですね、イコール 0.5 アンペア。はい、終わりね。そんなに難しい問題にはなりませんでしたね。まあ、キリコフの法則使っても解けるんですけれど、多分ね、ミルマン使った方が早いかなと思います。次、問題の15番を見てみましょう。問題の15番、これも回路そのものには著作権ございませんので、ね、多分ね、そんなものすごい発明にしたような回路ではありませんので、ここに書いちゃいます。抵抗と、そしてコイルと、そしてコンデンサーですね。コンデンサー、これの並列回路、これもですね、一般的な問題です。まずこう縦軸にと横軸ですね、複素平面の絵を描いて考えるのがおすすめです。で、ですね、このここのインピーダンスは Jωc分の1ですけれど、そのアドミッタンスって言ってね、 Z 分の1、つまり通りやすさの方はjωc になります。同じようにここの
でオメガ L 分の1でここの通りやすさは R 分の1になります。で、あのでここに流れる電流っていうものはこの3つに流れている電流の足し算になるわけですね。 IR とこの I の L とこう流れる I の C ね。そうした場合ね、あのインピーダンスだと横軸が R でこちらが jωL、 こちらを jωC 分の1として考えましたが、あのアドミッタンスで考える場合は R 分の1、こちらが jωC、 こちらが jωL 分の1、あ、逆数ですからね、こういうふうにして考えます。そうした場合にあの電流っていうものは、V イコール RI ですかね。 I イコール R 分の1かける V になります。だからこのアドミッタンスに電圧をかけたものが、まあ、電流になるっていうことですね。というわけであのこちらで流れる電流がまず分かんないとね、 IX とします。で問題を見ますと、電源を流れる電流はっていうのはこれ全部を足したものです。足したものが10ミリアンペアですよ、ね、それに対してコンデンサーを流れる、あのコイルを流れる電流が、あ、こっちに書いた方が良かったな、すいません。コイルに流れる電流が、あ、あ、あとはこちらが2アンペアで、コンデンサーに流れる電流が8アンペアですよ、ね、そして全体に流れる電流が、ね、コイルに流れる電流が8アンペア、全体に流れる電流が10アンペアですよ。そうした場合にここはいくらになりますかっていうね、こういうあの簡単な問題になるわけです。そうした場合はここに注目ね、あのこっちに2アンペア、こっちに8アンペアですから、合計 8-2 イコール6アンペアですね。このこちらの軸のあの虚数軸の方のあの大きさ6アンペアで10アンペアとね。それではここはいくらですかっていうことです。でここでね、直角二等辺三、直角三角形が見えたら勝ちです。この直角三角形で比がね、3、4、5になるんですね。あのいろいろな比がありますけれど、まあ3つぐらいしかないからみんな知ってるよね。1-2√3になったり、1-1√2になったりね。まあそれ同じようにこれは4の2乗は16ですね。3の2乗が9、16足す9足すと25になります。だからルート25は5だからこうなるよっていうのは知っといた方がいい。そうするとこれで見ると10対6ですね。10対6だとしたらここは8アンペアかなっていうのはあの出てくるわけです。だから答えは、ここに流れる電流これですね、 IR としますと、 IR ですね、ごめんなさい、イコール8アンペア、まあそういった感じで出てくるわけです。いいかな。あの何だったっけ、直列回路の場合は電圧でこういうことができます。で同じようにあの並列回路の場合は電流でこういうふうにやっちゃっていいわけですね。なぜかというとそれぞれに流れる電流の足し算が全体の電流になるからです。いいかな。まああのそんなところです。じゃあ次問題の16番を見てください。16番ですね。これはあの飲め飲めはけはけを思い出していただければあの意外とねすぐに解けます。であの去年のそのなんか公開問題っていうんですからね、あれではどうも自定数以外のものが使われるあの答え解くの使わんといかんっていうのが恐れがあったんですけれど、今年の問題は非常に素直な問題になってて、
良かったなっていうところです。これはですね、あの、スイッチを入れるとこう流れていきますね。だから最初スイッチ入れた時が一番電圧が高くてね、電圧が高くて、これ何ボルトかね、2ボルトですね、2ボルトで、そっからハケ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 でね、押していくと、まあ、なんかこれつないだままほっとったらここは直流は流れませんので、ここの間の電圧ですね、 VAB とします。 A と B ですね、縦軸を VAB としたら、これはだんだんゼロに近づいていくっていうのはまあ分かります。その時にじゃあこれの何ぼやったっけ、時定数はいくらかをまず計算しよう。もうまず時定数を求めます。そしたら時定数は 1×10 のマイナス6乗 ×20×10 の3乗です。イコール20ミリセコンドになりますね。だからこの20ミリセコンド、あの進んだ時ですね、この時には高さは元の高さの元の高さの 37% になるっていうね、まあそんだけなので、ここの電圧はいくらかというと、それでね 0.3 なのを選んだらね間違いですからね、あのこれは元の高さの 37% になるっていうことですから、ここの電圧そのものはいくらかになるかというと、この電圧ですね、 V はここの電圧になりますね、イコール何ぼや、2×0.37 イコール 0.74 ボルトになるよと、まあそんな感じです。この、元の電圧かけるの忘れんかったら間違いません。僕最初ね何も見ずにあのパパッと見たら、あこれ 0.37 かと思ったんですけれど、そういうねあのうっかりはしない方がいいですね。まあそんな感じです。で17番はこれ問題はもう飛ばします。あの言葉の問題で、バイポーラトランジスタとあの電解硬化型トランジスタ FET の違いが分かっているかっていうことですね。まあここではですね、あの正しいのは3番しかないと思います。で次問題の18番ですね。18番、あの計算を伴う問題だけをピックアップして説明していきます。ですね、次はあの図の今度はオペアンプの問題になります。オペアンプの問題で、これはあの非常にありがたいことに、今まであの私が説明してきた何だったっけ、加算回路のそのままの問題ですね。特に何のひねりも加えておられません、ね、20キロオーム、こういう問題はね点を取る問題です。だからあのこの定番の問題っていうものは必ずね確実に解けるようにしとかんといかんなって思いますね。 1V で 0.2V 加算、典型的な加算回路の問題で、この場合ここに50キロオームですね、こうなった時のここの電圧をねいくらかっていうふうに考えたらどうなるかというとですね、あのまずここの電圧遷移差は0ボルトです。そうするとここに流れる電流 I2、 ここに流れる電流を I1 とした時に I1 イコール1ボルト10キロオームで、この先0ボルトですね。そうしたら10キロオーム分の1ボルトですね、イコールこれは 0.1 ミリアンペアになりますね。まあ、計算したらそうなります。で同じようにこちらに流れる電流は20キロオーム分の 0.2V、 いやいや妙に小さいなと思うんですけれど、20分の 0.2、 10分の 0.1 だからこれは 0.01 ミリアンペアと、なんか10ミリアンペアですね。ちょっと本当これ動作すんかいなみたいな感じなんですけれど、であの加算回路の真髄はここには電流は流れないから、ここは2つの電流が足し合わさったものが流れます。でこちらはこちらプラスだった場合、それよりも下に流れ込むからマイナスになります。だから V アウトは
マイナスの50キロオーム分のこの2つですね、を足したものにイコールマイナスの何ぼやったっけ、違う、V アウトイコール、R 分の V アウトマイナスの50キロオームかける I1 足す I2 ですね。となるとマイナス50かける10の3乗かける0.11 ですね。となるとこれはいくらかと、いくらになるかというと、11かける10のマイナス3乗ミリアンペアですからね、こう消しますとイコールマイナス 5.5 ボルトになります。ちょっとね、これ本当に0.01 10マイクロアンペアで動くのかよくわかんないんですけれど、一応ね計算上はこうなります。で次問題の19番ですね。19番でこれはちょっと多分国家試験には過去これそっくりの問題が出てますけれど、ME 検定ではもしかしたら僕の知る限り初見かもしれません。アスキーコードですね。アスキーコードっていうものはこれはですね1バイトの文字、つまりその数字と文字とを対応させて1バイトの文字コードで、多分1バイトなんですけれど、よく出てくる引っ掛けはこれは7ビットしかね、プラスパリティが1ビット、これを2つセットにして8ビットとでやり取りするっていうね、まあそういった感じのコードです。まあ具体的な話をしていきます。まず英語 H ですね。 H は16進数で48っていう数字で表します。じゃあ I はって順番にやっていけばいいです。 I は49、HI、J は49の次は50じゃないですよ。これは16進ですから 4A になりますね。 HIJ、K は、これは結構下やな、 4B ですね。で、HIJK、L は 4C、 こうやってやっていけばいい。 HIJK、L、M は 4D ですね。そんだけ、こうやって順々に書き出していけば目的のところにたどり着きます。で大抵これこれは数字はいくらであるっていうのが載ってますから、そこから順番にやっていくだけです。午前の問題はこんな感じです。じゃあ次午後の問題のいきます。いろいろとね面白い問題もあるんですけれど、物理の方はねちょっと手応えがある問題もありましたが、これはね明日ちょっとね解説したいと思います。いやいろいろね本当は今日全部やりたいんですけれど、ちょっと他にやることもあってすいません。ですね、42階の5号の13番ですね。1オームの抵抗器の両端電圧がっていう、これもね初見の問題ですね。多分かなり引っかかった人多いかなと思います。1オーム抵抗があって電流が流れる、これは僕 の動画見てくれた人はすぐ即答できるんですけど、その時の電力っていうものはワットですね、は RI の事情だよっていうことね。これはもう即答できてください。それでその時に V イコール RI っていうオームの法則もあるから、この2つから電力っていうものはR 分の V の事情でもあるわけですね。でここでグラフで与えられてます。で横軸が時間で縦軸が電圧、これはね全く電気じゃなくて何だったっけ、物理力学のところでもお話ししましたけど、こういったグラフが読めるようになってるっていうことは、公式を丸暗記して解き方を暗記するよりもはるかに重要なことなんですね。それは僕の持論なんですけれど、これ多分出題した人もそういう持論を持ってられるのかなと思いました。
10ボルトですね、まあ、こうなったとすると、その時に横軸が時間で縦軸がワット数だったのね。そしたらこれはどう変化するのかっていうことです。これ R 分の V の事情ですね。だから二次曲線的にね、R 分のこの V が直線的だったら R 分の V の事情ですから、直線的だとしたらその事情に比例して上がっていくよっていうのは分かると思います。そしてその最初が10ボルトだとして1オームだとしたら、この10ボルトの事情で1オームだから、これ100ワットになるとね。で、そしたらここの10秒後は多分ここは100ワットになるだろうとね、まあ、それが分かればいい。でこれで見ると100ワットになってるのは1番、まあ、これ言っちゃいけませんね。だからこうなります。10秒後に100ワットになる波形を選べば OK ということですね。電圧の事情に比例して電力っていうのは大きくなっていくっていうことを知ってるかっていうふうにね聞かれてると思ってください。で次問題の14番です。問題の14番、これはね図の、これもですね、何だったっけ、フィルターの問題なんですけれど、 CR フィルターの問題ですけれど、ちょっとね若干ひねって、いやひねってないか、だいたいこれも考え方さえちゃんと押さえておけば分かります。こうですね、こうですね、こんな風になってて、1キロオームでここが1マイクロファラドですね。でその時のここにですね、電圧として各周波数がオメガイコール1かける10のオメガが1かける10の3乗ラディアンパー秒、それで実行値が2.8 ボルトを加えましたっていうね、ふうに、まあ、その時にここの電圧はいくらになるかっていうことを考えてみましょう。 V アウトですね。これはこういうふうに考えます。まずわからない時にはとりあえず1キロオーム、こうして1マイクロファラットのこう縦の直列回路でここが 2.8 ボルトなんだよっていうね、その時にここの電圧がいくらになりますかっていうことを聞かれてるんだと思ってください。でこの電圧がもしも2つとも抵抗だったら、ね、抵抗の Z1、Z2 としますね。そうするとここの電圧 V アウトっていうのは Z1 たす Z2 分の Z2かける2.8 ボルトだっていうのはこれはわかるよね。だけど問題はね、これ抵抗だったらこれでいいんですけれど、こういったコイルとかコンデンサーとか入ってくるとここがねちょっとややこしくなりますね。ベクトル和になるんだいうことですね。なのでちょっとこれを説明していきますと、こういうことです。 V アウトはZ1 は1キロオームでいいんだけど、まあ R としますね。だルートの R の事乗足すオメガ C 分の1の事乗ですね。つまりこの2つのベクトル和になっちゃうんですね。足してルートすると、事乗足してルートする、それ分のここですね、オメガ C 分の1の事乗かける 2.8 ボルトになるよと、ね、ここまでいいでしょうか。ここまでいいね。となるとこれね、どうやって解けばいいかというと、ちょっとここに書きますね。まず R の事乗っていうのは R の事乗一個一個やっていきますね。1かける10の3乗の事乗イコール10の6乗です。それでオメガ C 分の1の事乗っていうのはこれはいくらになるかというと、オメガが数が出ないと嫌だな、
10の3乗ですね、かけるマイクロは10のマイナス6乗分の1の次乗で、10の3乗イコールこれは、10の3乗の2乗イコール10と、お、一緒じゃん、ね、あ、一緒じゃんっていうのが分かれば、あ、ちょっとね、あの特技が出てきましたね。ただそれ V アウトイコール、こちら持ってきたらルートの、ね、10の6乗足す10の6乗分の、あ、ここもごめんなさいね、ルートですね、大きさです、ですからね、となるとこれは、これは10の6乗のルートになるんですね。 OK となったら、これは結局ルート2分の1、まあこれかける 2.8 が抜けてましたね、かける 2.8 ボルトイコール 1.4 分の 2.8 いうのは、ほぼほぼこれは2ボルトになるんだね。まあそんだけです、いいかな。あのとりあえずこれは単に分圧をしてるんだと。ただ分圧する時の分母が両方とも抵抗だったら足し算になるけれど、片方がコンデンサーやコイルだったらこれですね、ベクトル和になると。トル和、ね、議乗してルートするベクトル和になると、それだけですね。まあそんだけ押さえとってもらったら解けます。ちょっと骨がある問題ですね。でその次の問題の15番は、これはね、あの電池オタクだから僕これについて1時間ぐらい話したいんですけれど、一言で言います、あの二次電池は二価度電池だけです、この中ではね。やめとこう、これはまた別の機会にね、ちょっとね、詳しくお話しいたします。次問題の16番ですね、16番、これはね、初めて見る問題で、なんか何聞いてるのかよく分かんないなっていうとこがあったんですけれど、ちょっとね、僕なりに説明させていただきたいと思います。まずね、問題の中に出てくるこんな回路がありますね、こんなやつ、これは何かというと、チェナーダイオードです。もうね、国家試験ではの方ではもうおなじみですね。もうほぼほぼチェナーダイオードよく出てくるよねっていうことなんですけれど、チェナーダイオードについては詳細はですね、この、3分間クッキングの方かなでちょっと説明してますので、それもね、関連動画でリンク貼っとくので見ていただくとして、簡単に言うと横軸が電圧で縦軸が電流とすると、こちら向きをの電圧をプラスとしますね、 V プラスとします。これをかけていくと簡単にですね、こうね、ちょっとだけ電圧が上がったら、その後ね、電流っていうのはどんどん上がっていきます。でこの幅のことを、順方向の電圧効果って言います。電圧効果って言いまして、これはですね、だいたいね、 0.5 ボルトくらいですね。普通の整流用ダイオードで 0.5 ボルトぐらいだと思って間違いないと思います。それに対して逆方向は流れません、ね、これを逆方向ね、これをマイナス方向でこうかけていくと流れないはずなんだけど、どっかでね、へたってね、こうなっちゃうんですね。これを高幅電圧って言います。幅電圧、この高幅電圧がかかると、そっから先は同じ電圧になるんですね。まあそういうことです。なのでチェナーダイオードっていうのは、この高幅電圧が低いダイオードですね、低いね、例えば100ボルトとか200ボルトとかじゃなくて、大体ですね、4ボルトとかね、5ボルトとかですね、いろいろあります、目的に合わせてね。
あの4ボルト、5ボルト、6ボルトとかあるわけですけれど、あのこういうふうになものをチェナーダイオードって言います。それであのチェナーダイオードっていうのはそういうふうな使われ方をして、どういう何に使うかというと、これは低電圧電源に使います。低電圧つまりある電圧以上にはならないんですね。例えばこういうふうな形で電池をつないでおきます。でここにね、あのこうやってチェナーダイオードをつないでおきます。こうですね。そうするとここの電圧が例えば8ボルトで、このチェナーダイオードの光伏電圧が5ボルトだとしたら、ここの電圧は5ボルトになっちゃうんですね。8ボルトかけててもチェナーダイオードからこっち、あのチェナーダイオードよりもこちら側は5ボルトになる。って思いますね。じゃ あおかしいよこれね、並列なのに8ボルトで5ボルト何と思うんですけれど、それはね、あのはっきり言います、大事なことです。全部熱になります。熱エネルギーでこの3ボルト分をここで消費しちゃうんですね。であのこっちは5ボルトしか出ないと。だからあのチェナーダイオードっていうのは結構盛大に熱を発生しますから、この原理を使ったあの低電圧の素子ですね、あの低電圧のため の, そのレギュレーターという素子があるんですけれど、あれはね盛大に熱を持ちます。だから必ず放熱、あこういう話は今の話じゃなかったね、多分こういうチェナーダイオードはこういう使い方をするって知ってるっていう風にね、あの書いてます。当然あのこれね、ここにはね抵抗入れとくべきなんですけれど、あのそして見るとここに入ってくるのはあのこの形ですねしかないよねって。であの出力電圧が例えばここがあの光伏電圧が6ボルトのチェナーダイオードだとしたら、出力電圧も6ボルトになると、ね、まあ、そういうことを知ってるってね、いうことをその聞いてるわけですね。だったらこの順方向 の, あの電圧効果が6ボルトのものを使ってひっくり返して使ってもいいような気もするんですけれど、あんまりそういうあの整流ダイオードはないんで、あのこう順方向電圧効果6ボルトってあんまり聞いたことないんでですね、一応こういうあのチェナーダイオードの使い方を知ってるかってまあ聞かれてるんじゃないかなと思います。次17番ですね。ここはちょっとね、あの16番は若干ね、あの自信がないんで、あの間違ってたらごめんなさいね。17番です。同層除去比がのあのっていうのは何か、 CMRR は同層利得分の作動利得ですね。同層利得分の作動利得、これは同層の増幅、つまり同じ信号が2つの端子に入ってきた時の増幅率と、これが作動利得。これもね、詳しくはエンサイクロペディアのバックナンバーもう一回分からなかったら見てくださいね。そうした場合、同層利得っていうのはどうなるかというと、もう見たら分かりますね。あの逆層利得をCMRR で割ったものになります。これちょっと入れ替えて、それでこれをもしもデシベルで与えられてた場合は、デシベルの場合はあの足し算、掛け算は足し算、割り算は引き算になります。でもしもあの、作動利得が60デシベルだったのね、それで CMRR が100デシベルだった、そうしたらこれはマイナス40デシベルですね。もうあのデシベル計算がね慣れてれば簡単に解けます。であのその次の問題の18番はもうこれはもうあの PCM パルス符号変調が PCM だっていうので、あとはね全くもって間違ってますので、あの飛ばします。で次19番見てください。19番ですね。であの真実表が書いてあの X を示す論理式は
どれかっていうふうな問題が出てますけれど、これあのなんていうんかな、全加算回路を考えるときにはあの、まあ、これかあのベン図を書いて考えるっていうのがあるんですが、 A、B、C ですね、 A、B、C っていうのがあります。それで X があって、あの0、0、0だったら0、0、0、1だったら0、ね、というとこうあるんですけれど、あるところね、101の時が1、あとは全部0になるよ。 A が1あって、 B がなくて、 C がある、それだけがあの1になるよっていうことで、これはベン図で書くとどこになるかっていうことですね。まずあの分からなかったらベン図をこうやって書いてみるのを僕はすごくお勧めします。A が1というのはここの中ですね。で B が、0っていうのはこの外側で、 C が1がここだとしたら結局ここになるんですね。この1っていうのはここなんだとね、ここなんだということです。でここはないよと、ね、あの B、A と C が1で、 A かつ C で B でないもん。でこれをあの論理演算式で表すと A かける C、 それなおかつ B でない、これ順番に並ぶと A、B が C になりますよね。あのとりあえずなあの前にもあの言いました、あのエンサイクロペディアで説明しましたが、あのよく分からなかったら、まあ、ベン図を書いてみたらね、大体あの見当がつきます。以上ですね。じゃあね、あのそんだけです。大体、13問ですね。あの電気電子情報含めてたったの、あ、はよ13問しかないね。だからまあこれができなくても大してあのダメージになりませんが、こういうちょっと目新しい問題が出て、あのパニクらないようにしてくださいね。あのよく見ると今年もそうですが、簡単な問題はたくさんありましたね。それが確実に解ければ大丈夫です。よし、じゃあね、次回は物理科学についてね、あのやってみたいと思います。じゃあ皆さんお疲れ様でした。